グランパンパスですあの NGT48 関連での YouTuber の第一人者シークレットナイトさんのツイッターがアカウントが凍結されたという話を聞きましてで実際確かめに行ったら確かに凍結されていてしまいましたちょっとびっくりしましたねあの方はでもあまり煽るようなツイートとかはしていないんで自分ご自身の動画の宣伝だけをしていたイメージがあったのでですので 特に規約に触れたようなことはないとは思うのですが、通報をされてしまったという可能性がありますかね。だツイッターアカウントはまた取り直すっていうこともできますので、そちらの方をまた取っていただければ大丈夫かなとは思うんですけれども。えっとまあその シークレットナイトさん動画新しく上げていてそのコメント欄というか概要欄とかのところだったり編集でツイッターアカウント凍結されましたっていうのは、まあ、私がこの動画撮ってる段階では出しておりましたただそれについての詳しい言及というのはまだしていないようなので、まあ、今後でもまあシークレットナイトさんの今後の動向にもよりますがツイッターアカウントを新しく取得していただければなっていうのと 私ごときで何が協力できることがあるか分かりませんが、まあ、YouTube がねまあそのまま機能してくれればなっていうふうに思っておりますシークレットナイトさんがやはりいてくださらなければ NGT48 の問題はすでに風化をしていたっていうのは間違いないですからシークレットナイトさんとは少しその私もその NGT48 界隈の扱い方が多少は違うのですがでも もともと同じ問題を義憤にかられて扱い始めたっていう部分でむしろ私よりもずっと前を言ってくれていてその後ろをついていくことで私もすごく動画を上げるときに頼もしかったっていうのがありますのでですから、まあ、シェイクレイトナイトさんが私の動画を見てくださっているかはわかりませんがその、まあ、Twitter のアカウントを新しく所得していただいて そしたらあの私も動画とかツイッターでそのリンクを貼ったりして拡散はさせていただきますのではたかりながらそれから動画の方も引き続き投稿をしていただければと思っておりますもう有名な方になってしまったので色々いろいろとやっぱりあの反対する人アンチの人もいるのかもしれませんが間違いなくあの YouTuber の中で一番私が見ている方は今シークレットナイトさんですので 一ファンとしてっていう部分もありますので、ぜひあの動画の作成はこのまま続けていただいてほしいです。いろいろとやっぱり今大変な時期ですし、今後どうなっていくかまだ読めないところありますから、まあ、そんな感じで、私自身のことではありませんが、ご報告の動画とさせていただきます。では失礼いたします。グランパンパンスでした。